で2番目、のあれですね、 NIC の、教育の2番目 NIC でしっかり英語力をつける、どんなして英語を学んでいくのかということですが、26ページ開けてください。 NIC だからできること、 NIC の教育 の、 あのコアですね、クリティカルセンキングです。クリティカルセンキング、分析的思考能力といいます。日本人はね、考えてはいると思うんですが、ほとんど受け身で生きてます。学校でも聞かれません。海外に行くと必ず聞かれます。なんで聞かれるかというと、意見を聞かれます。私も18歳で留学いたしました。で、あの英語ね、独学ですよね、みんなこういうのないんですから。 NIC みたいに今やっていればよっぽど英語力が良かったと思いますが、本当に NIC みたいな教育がないですから、自分で勉強して自分でやっていかなきゃならないんで、私の時代は留学できない時代に、本当夢だった留学のティケット来たんですね。いやでも憧れてると本当に来るんですよ。私はメイケンラシアにテレビ見てね、あれを見てもアメリカいいなと自然に憧れて、そしたら本当に高校出る前にね、そういった留学っていうお話があって、受けたら受かったという。だから何でもね、憧れは大事です。でアメリカに行って、クラスに行ってもそん何もわからないけれども、自分の英語力で、まあ、頑張っていこうと。でクラスに行って、一番最初のクラスで先生が何を言ったかって言ったら、国語のクラス、英語のクラスだったんですね。そしたらもう文学を読んできて、で先生が、クラス一番ファーストクラスでした。私の中で留学最初のクラスでしたよ。でも20人30人しかクラスはいないんで、で読んできたかと、もうまずね、読んできたかっていうのね、そのテキストね、読んできたかっていうから、みんなイエスって言うでしょ、読んできましたと。そしたら、私は日本人でもいないですから、田舎の学校で大学で、と当然ながら目立つじゃない、日本人がいるわけですから。だから先生が思わず私のところ来て、和子って言うんですけど、和子 What do you think って言われたの。それが一番最初に言われた言葉、 What do you think ですよ。なんて答えるのWhat do you think って意味わかるよね、どう思うかって言われた。突然ですよ、聞かれたこともない、今までかって、そんな英語が あったにしても使ったこともない、聞いたこともない。 What do you think って言われた瞬間に、主語動詞は何て言いますか。 I think そうです、 I think でいいんです。 I think です、さゆきちゃん。 I think っていうのは言えなかったんです。 What do you think、 あなたはどう思うかって言ったら、I think と答えればいいわけです。今考えると、 I think that's interesting でもよかったわけです。これは interesting だ、そこでもいいんです、何だってよかったわけ。ところがそういう言葉を使ったことがないので、もう自分の中で英語も何も頭の中が真っ白になったと。これが私の一番最初の体験でした。そしたらなんとね、みんなに聞くんですよ、 What do you think、 そう、学生が言うんです、いろんなこと何でも言います。欧米人はもう平気です、その内容はどうこう関係ない、みんな笑わないですし、変なこと言っても全然 OK ですから。 What do you think って言ったら答えればいい、 I think it's interesting、 これは何でもいいです。それを言ったら、みんながそれに対していろいろまた広がってくるんです。で、何かって言うと、学びがシェアリングなんです。シェアリングって分かりますね、みんなでシェアするの、ご飯をシェアしたりするでしょ、食べ物をシェアしたりと同じで、学びをシェアするんです。これ日本にないんです、シェアリング・ラーニング・エクスペリエンスってアメリカでは言ってます、学びは。だからクラスの中でいつもシェアするんです、みんなが What do you think って、どう思うと。で、言ったらもう安心してられないですよ、寝てられないんですよ。言ったからもう OK かと思うとね、誰かがまた答えると、その人に対して、その彼が言ったことに対して、また What do you think ってまた戻されますから。だから絶対油断しちゃいけない。まず寝てもいられない、もうドキ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 私はしました。いつ降ってこないか分かんないし、もう全くぼーっとしてらんないの、いつも考えなきゃなの。私は今何考えてるんだろうってことを初めて私は18歳で感じました。今まで考えなくてもいいの、分かった時に、まあ、手も挙げないけども答えればいいぐらいで、クラスでもそうでしょ、学校でいちいち聞かれないでしょ、どう思うなんてね、これ聞かれないから安心していられるじゃない、黙って受け身で聞いて、暗記してけばテスト OK でしょ。私もそうやって生きてました、高校時代。それで成績が良かったんで OK だと思ったら、とんでもないゼロでした。クリティカルセンキングないんだ、もう全くないってのが分かりました、自分でそんな経験がなかったから。でアメリカに行って、授業がいつもそれが来ると降ってくるんだってことが分かってから、
いつも自分は何を考えてる人なんだろうと、この時どう感じるんだろうってことを真剣に考え始めたきっかけです。これが欧米では当たり前のようにやってます。 What do you think? っていつもやってる。どんなことでもちっちゃい子供に What do you think? って聞いてる。お母さん何歳頃からやってると思う？欧米人は呼ばれてすぐ。そう、その通り、正解ですね。生まれてすぐに子供に話しかけてるの。で、言葉しゃべり出したらもう常に聞いてる。で、子供はちっちゃいというか喋るのが当たり前なの。で、こうやって今日もこういうふうにやる。ドキドキするでしょ。私よく講演会行ってて、高校なんか行って、何歳って言って、うーってやる。で、後ろを向いて何歳って人に聞いて。だって人に聞くものじゃないじゃん、自分の年齢だよって言ってみんな笑うんだけど、別に知らないわけじゃない。ただそういうことやったことないの、聞かれたことないから。マイクとか言われるとね、ドキッとするし、ドキッとしますよね。で、だけども欧米の人たち、イギリス、アメリカ人と私仕事してますけども、全然 OK なの。しかも私トーフル理事会っていうの理事にも選ばれて、トーフルのもう、世界の15人選ばれる中でもう大変なところに行かされて行ったんですけども、もうすごい人たちが集まってる中で、私の意見は本当に真剣なものだと思って、もう言えない時いっぱいあったんですが、よくよく考えてみると、とんでもないことみんな言ってるんです。すごいこと言ってるわけじゃないの。要するに思いついたら平気で言うのよ。で、すごいわけでもないけど、それが習慣だから、いい悪いとかこれはすごい意見だ、関係ないの。だから何でも言って OK、 しかもバカにしない、バカにしないんです。もうそれはみんなグッドアイデアって言ってくれちゃう、どんなことも。それはみんな違う意見が当たり前だから、人の意見を聞くことがすごく大事だと思うの。それがシェアリングってことです。シェアリングすることがとても大事なの。一人の意見だけだったら一人の考えしかないでしょ。でもシェアすることはいろんな意見が入ってくるから、自分の頭が柔らかくなるんです。これしかないじゃないの、いっぱいあるの。いろんな考え方、世の中にはいろんな人が違うことをいっぱい考えてるから、そういったものをいっぱい吸収して学ぶんです。で、自分の持ってたものをシェアすることで相手が学んでいく。これが学びの原点なんです。シェアリングっていうのがね、日本では行われてないです。だから一方通行の先生が教えてそれを学んでってことになってるんですが、まあ、日本でやってるのがインプットという勉学です。インプットっていうのは入れるだけです。吸収するだけ、暗記するだけです。これはまた必要なんですよ。あった方がいいんですよ、インプットも。知識をいっぱい取り入れるってことは大事です。ただし、それだけで終わっちゃったら半分なんです。それを取り入れたものを、自分の体に取り入れたものを、今度自分の思考、クリティカルシンキングですね。考えてることを、自分の考えてることをそこに織り交ぜるんです。情報を入れて、それで終わりじゃなくて、情報をちゃんと成長させるんです。自分の考えと感情をそこに入れ混じるわけ。それが人格になるわけです。そしてインプット入れたものをアウトプットというふうに出すんです。出した時にその人の個性が出るんです。その人しかない個性、その人しかない意見になるってこと。だから楽しいんです。それをいろんな人からみんな出てくるわけですから、インプットしたものをアウトプットしてるからみんな個性豊かになるってこと。NICC 制はね、本当に私学生たちに話すときみんな普通じゃないよってみんな笑うんですが、普通じゃないのよ。普通だったらもう普通に何もしないけど、 NICC に来るって子はみんな普通じゃない。そういうことをだってやるんだから、中身入れたものをちゃんと出すという、自分をさらけ出すわけだから、さらけ出すことを覚えるんです。だから怖くも何ともない。それでこれ言っちゃいけない、言わなきゃいけないもないんだから、全て OK。どんなことも言って OK。 そんな意見はダメだってことは先生一切言わない、友達も言わない。どんな意見もみんな学びなんです。だからシェアリングしてみんなが育っていくんです。そういう人と人との関わりを大事にしていく、こういった学びをやっしていきます。これがクリティカルシンキングを通して、それを出してインプットからアウトプットして、そしてみんなでシェアすることでいろんなことを考える想像力と、それから柔軟性をつけていくってことをやるわけですね。